レトビザン、レトブザン、レトビザン、レトウィザ,ン,ザン、レトビザーン、ロシア語は、ロシア帝国海軍の戦艦。日露戦争の旅順行為戦で沈没。引き上げ後、修理されて、日本海軍の戦艦、非膳となった。艦名は、旧国名の非膳国に由来する。本級の計画直前、大日本帝国海軍が、相次いで12インチ砲戦艦をイギリスより、 購入していたことから、戦力的にロシア帝国海軍は対抗策を必要としていた。太平洋艦隊向けに建造した10インチ砲戦艦、ペレスベート級では火力不足との判断から、1898年にロシア海軍初の12インチ砲を持ち、排水量は太平洋艦隊のドックに入れるサイズで抑えられ、戦闘排水量でスウェズ運河を 通行可能な排水量で設計された全土旧戦艦2隻が外国に発注された。1隻はフランスのラセーヌ造船所に発注されたセサレービチである。もう1隻がアメリカのクランプ造船所ウィリアム・クランプ・アンド・サンズに発注されレトビザンと命名された本艦である。艦名はスウェーデン語でラトビザ、正義の意。1790年にロア海軍のクローム艦長が スウェーデン軍から捕獲した64門艦の艦名。本艦は日露戦争に参加したロシア戦艦中、唯一のアメリカが衆国建造艦だった。本艦は戦艦アイオワを基礎とし、ロシア式設計を加味した艦型となっている。の船体形状は平艦板型戦隊で太平洋艦隊のドックに入れるサイズで抑えられ、戦闘排水量でスエズ運河を 通行可能な排水量で設計された。水線下に、昇格、ラムを持つ垂直に切り立った艦首から、艦首甲板上に、円筒形の30.5センチメートル、連装手砲塔が一機その背後に司令塔を組み込んだ環境から、ミリタリーマストが立つ。ミリタリーマストとは、マストの上部あるいは中段に、警防御の見張り台を配置し、 そこに 37mm から 47mm クラスの機関砲を配置したものである。これは当時は水雷艇による奇襲攻撃を迎撃するために遠くまで見張らせる高所に大水雷撃対用の速射砲あるいは機関砲を置いたのが始まりである。形状の違いはあれどこの時代の列強各国の大型艦に多く用いられた様式であった。 本艦のミリタリーマストは内部に階段を内蔵した円筒状となっており、上部と中部に計2段の見張り台が設けられた。全部ミリタリーマストの背後には等間隔に並んだ三本煙突が立ち、その周囲は関西艇置き場となっており、船体中央部に片元1機ずつ設けられたグースネック、カモの首型クレーン計2機により運用された。副砲の15センチメートル砲は、 上部構造物の四隅に一気ずつと、原則中央部に四機ずつで、片原六機で、計十二機が配置された。船体後部には、後部ミリタリーマストが立ち、その後ろの後部甲板上に 30.5cm 連装手法等が後ろ向きに一機配置された。水雷提迎撃用の 7.5cm 速射砲は、艦首に側面に一機ずつ、船体中央部に四機ずつ。 管備側に2機ずつと煙突の側面に2機ずつと、後部環境の側面に1機ずつの片言10機で、計20機を配置した。この配置により、管守備線方向に、最大 30.5cm 方2門 15.2cm 方2門 7.5cm 方4門が、試行でき、左右方向には、 最大 30.5cm 砲4門 15.2cm 砲6門 7.5cm 砲10門が試行でき強力な火力を誇っていた。手砲は全球に引き続きパターン 189530.5cm40 口径砲を採用した。その性能は 331.7kg の砲弾を 行角15度で14,640メートルまで到達させ、射程5,490メートルで201ミリメートルの減速走行を貫通できた。この砲をロシア国産の新設計の連装砲塔に収め、砲弾は一機ごとに140発を弾薬庫に収めた。砲塔の不良能力は行角15度、深く5度である。旋回角度は 単体守備戦方向を0度として、左右135度の旋回角度を持つ、主砲神の不要、砲塔の旋回、砲弾の溶弾、装填は主に電力で行われ、補助に人力を必要とした。発射速度は毎分一発の設計であったが平時は3分に2発の発射が可能であった。副砲には、 パターン 1890-25.2cm45 口径速射砲を採用した。その性能は 41.4kg の砲弾を、行角20度で 11520m まで届かせられ、射程 5490m で 43mm の装甲を貫通できた。この砲の不行能力は、行角15度、深く5度である。 旋回角度は135度の旋回角度を持つ、手砲神の不要、砲塔の旋回、砲弾の溶弾、装填は主に人力を必要とした。発射速度は毎分3発の設計であった。第一次世界大戦当時の発射速度は1分間で1発程度だったという。他に、耐水来手迎撃用に、フランスのカネーシャの7.5センチメートル砲をライセンス生産した。 パターン 18927.5cm50 口径速射砲を採用した。その性能は 4.9kg の砲弾を、行角20度で 7869m まで届かせられた。この砲を単装砲画で、船体原則ケースイト、砲角部に艦首4機、艦尾3機と、上部構造物の 15cm 速射砲の間に3機の片原10機つ。 計20機を配置した。不要能力は、行角20度、深角15度である。方針の不要、砲塔の旋回、砲弾の溶弾、装填は主に人力を必要とした。発射速度は、毎分12発であった。他に近接戦闘用に、フランスのカネ燃者からライセンス生産したオチキス社の4.7センチメートル砲を、ライセンス生産した。 パターン 18734.7cm 43.5口径速射砲を採用した。その性能は 1.5kg の砲弾を、行角10度で 4575m まで届かせられた。この砲を単装砲画で、ミリタリーマスト1本あたり4機で前後で八機を、艦上構造物の前後に八機ずつの計24機を配置した。用能力は、角度、 深く23度である。方針の不要、砲塔の旋回、砲弾の溶弾、装填は主に人力を必要とした。発射速度は毎分50発であった。その他にマキシム 7.62mm 機関銃を船橋に2丁搭載された。対艦攻撃用に 38.1cm 水上魚雷発射艦を単装で、艦首と艦尾に1門ずつと原則部に、 片源一機ずつで計4機、計四十38.1センチメートル水中魚雷発射管を、単装で、主砲塔側面原則部に、片源一機ずつで、計二機装備した。予備魚雷は17本が、艦内に搭載された。1898年、明治31年12月、アメリカ合衆国のクランプ造船所で起航1900年、 明治33年10月23日、浸水。1902年、明治35年3月25日、竣航。同年4月30日に、バルト海へ向けて出航し、途中急暇のためシェルブール、フランスに立ち寄った。シェルブール出航後の6月14日に、ボイラー艦が破裂する事故があった。6人が火傷を負い、うち3人は致命傷であった。 到着後レトビザンには無線装置が取り付けられ、8月にはレバルで艦艦式に参加。同年11月13日に戦艦ポベーダ、巡洋艦、ジアーナ、パルラーダ、ボガトイリと共に極東へ向けて出発。1903年、明治36年5月4日、パルラーダのみを伴って旅順に到着した。1904年、 明治37年2月8日から9日の夜、日本の第1、第2、第3駆逐隊が、旅順郊外に停泊中のロシア艦隊を襲撃した、旅順口攻撃。この攻撃により本館含め3隻、レトビザン、セザレウィッチ、ポルタワに魚雷が命中する。レトビザンでは、左舷水雷貯蔵庫に、大穴が開き、5名が死亡して電力が失われた。 浸水により11度傾斜したが、中水により傾斜は5度まで回復した。レトビザンは、港内に向かったが、その最高の入り口で座礁した。本艦は3月8日まで離床できなかった。2月24日、日本軍は、第一回旅順口閉塞作戦を実行した。この際レトビザンは、日本の駆逐艦や閉塞船を砲撃している。3月22日、 日本の戦艦2隻、富士、八島が旅順港内を砲撃すると、港内のレトビザンなどは応射した。レトビザンの修理は6月3日に完了したが、利用できるドックがなかったため修理には囲い跡が用いられた。6月23日、ビリンエリムビトゲフト提督律は、レトビザンを含む艦隊を率いて出撃したが、日本艦隊が現れると、勝ち目がないと判断して、 旅順に引き返した。7月27日、レトビザンと巡洋艦、パルラーダ、バヤーン、アスコリドが出撃して、タイガ湾へ向かい、日本軍陣地を砲撃。日本側の総攻巡洋艦、日清、カスガからの砲撃を受けると退却したが、その際レトビザンは応戦し日清が無電出に被弾している。8月9日、日本の海軍陸戦銃砲隊による砲撃で、 港内で7発被弾し、浸水により、左舷に傾斜した他戦死者1名を出した。また艦長シチェン・スノービチ大佐が負傷し、レトビザンに搭載するための6インチ砲を乗せて、隣に止まっていた船が沈んだ。8月10日、航海海戦に参加する。損傷を受けた本艦は、旅順に帰島後、武装の一部、 15.2cm 速射砲2機 7.5cm 速射砲2機 4.7cm 単装機砲2機 3.7cm 五連装ガトリング砲6機を陸上陣地に据え付けた12月6日旅順港内で日本陸軍第三軍司令官野木マレスケ大将機下の 28cm 榴弾砲の極射砲撃により大破着艇した 沈没認定。乾板は残骸で渦漏れた。レトビザンの近辺では、戦艦ポルタは単タ語も沈んでいる。1905年、明治38年1月1日、旅順要塞の降伏に伴い、日本海軍に捕獲された。5月25日、日本海軍は、本艦の不要作業を開始する。9月22日、不要成功。9月24日、 日本海軍に編入され、肥前と命名される、佐世保鎮守布石。なお、明治天皇に相遇した候補官名に、土佐があった。10月25日、旅客艦2隻肥前、キュレトビザン、津王、旧ポピエ川一等船艦に類別された。11月19日、3隻、肥前、鎮園、小備は、旅順港を出発する。 11月27日、佐世保に到着し、肥前は修理に着手した。12月12日、日本海軍は艦艇類別等級表を改定した。戦艦の等級廃止に伴い、日本海軍保有の旧席、富士、四季島、朝日、三笠、岩見、相模、丹後、肥前、層が戦艦に類別される。本艦は戦艦、 被然となった。1908年、明治41年11月、佐世保交渉における修理が完了した。なお、レトビザンが、日本陸軍の28センチメートル榴弾砲の極射砲撃を受け、旅順港内に着艇した際に受けた箱は、応急処置により埋められたものの、内地に開港してから、船体の本格修理を行う際に、数々の改めが加えられた。 六角ロシア戦艦、岩見、肥前、丹後、須王、相模、壱岐、三島の中でアメリカ製造の本艦は性能も良く、機関部の電化等技術的にも参考になる点が多かったという。ただし、肥前修理中の1906年、明治39年12月、イギリス海軍のドレッドノート、土球戦艦が竣工したため、本艦は2 0 0級戦力となっている。 外観上の特徴としては、前後のミリタリーマストを簡素な短脚式のマストへと改造し、旧廃棄二重構造の三本煙突を、イギリス式の簡素なものへと三本とも交換されるなど、軽量化された。手法は、砲がのみ、ロシア時代のものを使用し、方針は、暗式、アームストロング12インチ法に換装されたという。副法は、ロシア間時代のままとして、 環状構造物の簡素化に伴い並走の多くをイギス式に換装された。7.5cm 速射砲は、アームストロング 7.6cm40 口径法14基、4.7cm 機砲は、山内式 4.7cm 速射砲4基へと更新され、搭載数の減少に伴って、開口部は閉鎖された。 魚雷兵装も 38.1cm、水上魚雷発射管は全撤去され、水中魚雷発射管は 38.1cm から 45.7cm へと大口径化されて、単装2門を装備した。第一次世界大戦では1914年、大正3年10月8日に横須賀を出撃した。森山慶造郎中少子機関の練習艦隊、出雲。 アサマがドイツ東洋艦隊との交戦を避けるためカナダのバンクーバーに退避してを、ヒゼンは練習艦隊への合同を命じられていた。なお、当時のヒゼン、艦長河並安章大佐には福留茂、後日連合艦隊参謀長が海軍将尉として勤務していた。ヒゼンは10月中旬にハワイ到着、ここでドイツ砲艦ガイエルと遭遇した。 約3週間ガイエルを監視し、同艦の武装解除を見届けた。続いて、アメリカ西海岸に進出し、森山艦隊と合流した。メキシコ西岸などで活動した。ガラパゴス島から日本に帰還途中で、シュボイラーが破裂する。1915年、大正4年2月14日、ヒゼは横須賀に帰島した。福留商尉は、間もなく戦艦鹿島の陸みを命ぜられ、 ヒゼを体感した。ニミナト事件の際には、大正3年7月28日、大正9年10月15日の間は、シベリア出兵の護衛と、宴会州の警備に当たった。1921年、大正10年9月1日、日露戦争時の主力艦艇は、解剖艦に類別され、ヒゼも一等解剖艦となる。1923年、大正12年9月20日、 ワシントン軍宿条約によって廃管が決定され、除籍。官邸類別等級表からも削除。各官、比前、岩見、土佐、秋、薩摩は、標的官として処分されることになった。1924年、大正13年7月17日、比前は特務官設に栄光され、再起湾に到着した。7月25日、再起湾に、 日本海軍の主力艦艇、長戸、道の区、山城、金剛、比叡、伊鈴、玉、夕張、天竜、ゆ良、名取、長良、川内、北上等が集結した。比善は、文後水道で、連合艦隊、長戸、道の区、金剛、比叡、第一駆逐艦、上風、野風、波風、沼風による射撃訓練の標的艦として沈められた。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。